きいプルダウンボタンを常に表示して、リストの文字も大きく表示、そしてリストを複数選択できるようにします。こんにちは、ルイカと申します。今回は複数選択できるプルダウンの作り方をご紹介いたします。データの入力規則で設定できるプルダウンはこのように候補の中から値を選択できて便利なのですが、値は一つしか選択できません。例えばリンゴとバナナとアボカドを選ぼうと思っても、一つ選択した時点で選択肢は消えてしまいますし、その後追加で選択しても最後に選択したものしか表示されません。しかし今回の方法でプルダウンを作成すれば、このようにプルダウンから複数の候補を選択できるようになります。さらに通常のプルダウンの悩みとしてよく挙げられる、セルを選択しないとボタンが表示されない、画面の倍率が小さいと、ボタンや文字が小さいといった問題も、大きいボタンを常に表示、出てくるリストも大きい文字で表示したりと、まとめて解決することができます。 VBA を使用しますので少し難易度は高めですが、メリットもたくさんあると思いますので、ぜひ最後までご覧くださいね。もしお役に立ちそうでしたら、チャンネル登録やコメント、SNS でのシェアなどしていただけますととても嬉しいです。では始めましょう。こちらがリストとして表示するデータで、 B2 セルにプルダウンとして表示するようにします。プルダウンは基本的にデータの入力規則で、入力の種類をリストにして設定しますが、入力規則のリストですとどうやっても複数選択はできませんので、今回は入力規則は使用しません。代わりに ActiveX コントロールを使用して複数選択のプルダウンを実現させます。開発タブからですが、表示されていない場合はタブの適当なところを右クリック、リボンのユーザー設定、こちらの開発にチェックをつけると開発タブが表示されます。開発タブの挿入でプルダウンの部品を追加します。これらのコントロールの中ですと、コンボボックスが入力規則のリストと同じようにプルダウンになりますが、こちらも複数選択できませんので、これも使用しません。代わりにこちらのリストボックスを使用します。こちらの ActiveX コントロールのリストボックスを選択してシート上でドラッグして配置します。フォームコントロールではなく ActiveX コントロールのリストボックスになりますので、ご注意ください。オルトキーを押しながらドラッグすると、セルの単位で大きさを指定できます。リストボックスはコンボボックスや入力規則のリストと違い、複数選択ができ、常に表示されているという特徴がありますので、このリストボックスの内容をセルに反映させることと、リストボックスの表示非表示をボタンで制御することで、プルダウンのような振る舞いにすることが今回の流れになります。ではリストボックスの設定をします。リストボックスを右クリック、プロパティ、リストフィルレンジでリストに表示する値を設定します。こちらの E3 セルから EQ セルですが、クリックしての指定ができませんので、直接入力しましょう。 E3 コロン EQ でエンター、リストが表示されました。文字の大きさやフォントの設定をします。こちらのフォントを選択すると表示されるこのボタンをクリックして、フォントの種類や文字の大きさを指定します。今回の例では大丈夫でしたが、フォントなどのプロパティを変えるとリストボックスが勝手に大きくなっていくことがあります。インテグラルハイトという項目を True から False にしておくと、勝手に広がるのを防げたりしますので、False にしておきましょう。次に複数選択ができるようにします。リストボックスは初期状態では一つの値しか選択できません。デザインモードをオフにして試してみますと、このように一つだけですね。複数選択できるようにするには、デザインモードをオンにしてリストボックスを選択、こちらのマルチセレクトで複数選択の設定ができます。値をマルチにしますと、このようにクリックして複数選択できて、もう一度クリックすると選択状態を解除できます。もう一つ、エクステンディドでも複数選択できます。
こちらは通常のクリックだけでは一つしか選択できませんが、コントロールキーを押しながらクリックで複数選択できたり、一つクリックした状態でシフトを押しながら別の値をクリックで範囲選択をすることができます。フォルダーの中でファイルを選択するような動作ですので、候補も選択する項目も多いときに便利ですね。今回は候補も少ないのでマルチにしておきます。見た目の設定も少ししてみます。リストボックスは初期状態でこのように立体的なのですが、ワークシート上では少し異物感がありますので平坦な表示にします。スペシャルエフェクトで最初のフラットにします。これで平らになりましたが、境界の線が消えてしまいましたので設定します。ボーダースタイルでシングルです。線が表示されました。こちらのボーダーカラーで線の色も指定することができますので、お好みでご指定ください。他にもリストスタイルという項目でチェックボックスのようなボタンも表示できますが、リストのフォントサイズが大きいとかなり違和感があります。フォントサイズが11くらいであれば表示してみるのも面白そうですね。この後 VBA でリストボックスを操作しますので名前も変えておきましょう。初期表示されているままでも良いのですが、今回はリストという名前にします。こちらの名前ボックスにリストと入力してエンターです。これでリストボックス自体の設定はできました。デザインモードをオフにして試しますと複数選択できますね。リストができましたので、このリストを表示するためのボタンを作りましょう。ボタンは画像や図形であれば何でも良いので、例えば挿入の図形で適当な大きさの四角にしただけのものでも大丈夫です。もう少し凝るなら枠線や色などを指定して、三角の図形などを重ねた状態で両方選択してコピー、図として貼り付けでよりボタンっぽい一枚の画像を作ることができます。自作しなくてもフリー素材でボタンの画像を持ってきても大丈夫です。今回は無難にこちらの四角にした三角の画像にします。画像をボタンが表示されるあたりに持っていき、サイズを変更します。オルトキーを押しながら移動したりサイズを変えるとセルの単位で変更できるので便利です。リストとボタンができましたので、あとはこの表示したままになっているリストをボタンで表示、非表示を切り替えられるようにすることと、選択した内容をこちらのセルに反映されるようにしていきましょう。ここからは VBA を使って設定していきます。まずはリストの表示非表示を切り替える処理を作ります。 Alt と F11 で VBA のウィンドウを表示、このあたりを右クリック、挿入で標準モジュールです。コードは概要欄にありますのでコピペしてご使用ください。こちらがリストの表示と非表示を切り替えるプロシージャーになります。このリストが先ほど作成したリストボックスで、そのリストボックスがビジブルイコールトゥルー、つまり表示されている場合は非表示にする処理を呼び出し、そうでない場合、非表示の場合はリストを表示するようにしています。実際にリストを表示するプロシージャーはこちらで、リストのビジブルプロパティをトゥルーにすることでリストを表示しています。そしてリストが表示されたらそのまま矢印キーでも選択できるようにしたいので、アクティベートメソッドでリストを選択状態にしています。とても単純な処理ですが、非表示の方はさらに簡単で、リストのビジブルプロパティをフォルスにするだけになっています。この下の方はセルの値を表示する部分ですので、後ほど解説いたしますね。では試しにこの状態で表示非表示を変更してみましょう。マクロとして呼び出すのはこのリスト表示非表示になりますので、そちらにカーソルを持っていった状態でこの実行ボタンを押します。表示されていたリストが消えました。もう一度押してみますと今度は表示されました。実行ボタンを押すたびに表示と非表示が交互に繰り返されますね。大丈夫そうなのでこれをボタンから呼び出すようにします。先ほど作成したボタンを右クリック、マクロの登録、呼び出すのはこちらのB
リスト表示非表示ですので、選択して OK。 ボタンを押すと、ちゃんとリストの表示と非表示ができていますね。こちらのボタンはただの画像ですので、セルの外側だけでなく、このように内側に置くこともできます。セルの値に少しかぶってしまいますが、周りのセルを邪魔したくないときは、この方が良いかもしれませんね。これでボタンを押して、リストを表示したり閉じたりできるようになりましたので、次はリストから選択した値をセルに表示するようにしていきます。概要欄にあるものをコピペでも大丈夫だと思いますが、念のため VBA のウィンドウからイベントプロシージャーを表示させましょう。シート名をダブルクリックしてシートのコードウィンドウを表示しましたら、こちらに追加したリストボックスの名前のリストがありますので選択。クリックイベントが表示されますが、チェンジを使いたいので変更します。そしてこのチェンジイベントの中で、先ほどの標準モジュールにありましたセルの値表示をコールで呼び出します。これで選択した値がセルに反映しますので、試してみましょう。ボタンを押してリストを表示。一つ選択すると、その値がセルに表示されて、もう一つ選択すると、カンマで区切られてもう一つも表示されました。その他をクリックしても続けて表示されますね。はみ出してしまいましたので縮小表示にしておきます。大丈夫ですね。プログラムはこのようになっています。このアクティブシートのリストがリストボックスのオブジェクトで、リストカウント、リストの数だけループしています。この後のセレクティッドやリストプロパティが0から始まりますので、0からリストの数のマイナス1のループになります。そして現在のリストが選択状態だったら、セルの値という変数に、カンマと現在のリストの値をつなげています。すべての値の先頭にカンマがつきますので、ループを抜けた後、ミッド関数で、先頭のカンマを除いた状態にして、対象のセルに、カンマ区切りの文字列をセットしています。リストの先頭から最後までループを回して、選択状態だったら値をつなげる処理になります。選択されたリストをセルに表示させるプログラムは以上ですが、他にももう少し手を加えて、よりプルダウンっぽくしてみましょう。今はリストを選択した後、他のセルを選択してもリストが表示されたままですが、他のセルを選択したら、プルダウンも閉じるのが、より自然な動きですので、閉じるようにしていきましょう。VBA のウィンドウの、こちらを、リストにして、ロストフォーカスイベントを選択します。ロストフォーカスイベントは、対象のオブジェクトから選択が外れた時に発生するイベントです。ここでリストを非表示にするプログラムを呼び出しますので、このようになりますね。試してみますと、リストを表示して候補を選択。他のセルを選択するとリストが消えました。単にリストを表示してそのまま他のセルを選択してもちゃんとリストが消えますが、これはリスト表示時にアクティベートメソッドでリストを選択状態にしているので、マウスでリストを選択しなくても他のセルを選択しただけでロストフォーカスイベントが発生しています。地味に重要な部分です。ボタンもカスタマイズできます。ボタンが表示されたままの方が良い場合はこのままで良いのですが、通常のプルダウンのように対象のセルを選択した時だけ表示したい場合もあります。ワークシートのセレクションチェンジイベントを表示して、このようなプログラムを記述します。セルの選択が変わった時に、そのセルがリストを表示する B2 セルならボタンを表示。それ以外のセルなら非表示にしています。これで表示非表示を切り替えていますが、ボタンに名前を付けていなかったと思いますので、名前を付けておきましょう。マクロが登録されていますので、右クリックなどで選択して、こちらの名前ボックスで、ボタンにします。試してみますと、B2 セル以外を選択した時はボタンが消えて、B2 セルを選択すると、ボタンが表示されました。もちろん、ボタンをクリックすればリストが表示されますね。解説用にはボタンがあった方が良いので、こちらはコメント化しておきますね。もう一つ設定をします。表示されたリストを
キーボードで選択することがあるかもしれませんが、選択が終わってリストを閉じたいときにエンターやタブを押してもリストは閉じてくれません。これでは不便ですので、リストの上でエンターやタブが押されたらリストを閉じるようにします。こちらでリストを選択して、こちらの方でキーダウンイベントを指定します。概要欄にありますが、コードがこちらになります。このキーコードに押されたキーのコードがありますので、エンターの場合とタブの場合はリストを非表示にしています。エンターやタブの動きが残っていると余計な動きをしてしまいますので、キーコードをゼロにしてエンターやタブの動きを無効化しています。そして対象の B2 セルを選択して終了です。試してみましょう。リストを表示して、今矢印キーでフォーカスを移動してスペースキーで選択をしています。この状態でエンターを押せばリストが閉じて B2 セルが選択されています。良さそうですね。他にも対象のセルに値がある状態でファイルを閉じて再度開いた場合や、セルに直接値を入力した場合などはセルの内容とリストの選択状態が一致しなくなりますので、リストを表示するときにセルの内容をもとに選択状態を合わせる機能もあった方が良いですが、解説が長くなってしまいますので今回は省略いたしますね。リストボックスを使うことでこんなこともできるようになります。今はリストに出ている名前がセルに反映しますが、最終的に取得したいのは名前ではなく番号ということもあります。例えばこのように元データが番号と名前の組み合わせの時に番号の方をセルに反映させたいような場合です。このような場合はリストボックスのプロパティでカラムカウントを2にして、元データの範囲であるリストフィルレンジを番号も含めた2列の範囲にします。列幅はカラムウィドスで指定できます。列が2つだけであれば最初の列幅の指定だけで大丈夫です。これで完了ですので試してみますと、リストは番号と名称の両方が出ていますが、選択すると1列目の番号だけが選択されていきます。番号で管理をしたいけど使う人は番号を覚えていないので名前で選びたいという場合に便利ですので、そのような場合はぜひお試しくださいね。最後に2つ注意点です。今回は解説用にプロシージャー名や変数名を日本語にしたり、区切り文字のカンマや対象のセルを B2 と直接指定していますが、本格的にする場合は変数名は英数字にしたり、対象のセルなどはコードの上の方を1箇所で指定するか、設定シートなどに持たせたりした方が良いです。それから今回は ActiveX コントロールのリストボックスを使用しましたが、実は ActiveX コントロールは動作が不安定になることがあります。あまりたくさん使用しますと不安定になるかもしれませんので、必要なところにだけ使用して動作検証も十分した上でご使用ください。以上が複数選択できるプルダウンの作り方になります。使う人からプルダウンにしてほしいと依頼されることはあっても、入力規則のリストを使ってとまで指定されることはあまりないと思います。プルダウンは入力規則やコンボボックスを使わなければならないという決まりがあるわけでもありませんので、今回のようにリストボックスを使って複数選択できるプルダウンっぽいものを作ってみるのはいかがでしょうか。きっと使う人に喜んでもらえると思います。それでは長い解説でしたが、最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録やコメント、SNS でのシェアなどしていただけますと、とても嬉しいです。